じゃあ、じゃあ、はい、はい、ということで、はい、なんかいろいろ質問が、はい、まあ本当は今日、はい、U字工事の福田くんを連れてくる予定だったんですよ。横浜もう大好きで、ね、ベイスターズファンなん で、うん、で福田くんからちょっと聞いといてほしい、はいはい、あのお願いされたのが、はい、あの年俸のちょっとごねたごねたっていうのはあの頂点に行った頂点型あれのイメージが結構福田くんの中でなんか子供の頃に覚えてて、あの時の話をちょっと聞いてほしい。それ、はい、やっぱ悪いイメージなんですかね。多分そのイメージが福田くんの中ではちょっと高木さんといえばごねるイメージがごねる、しましょうこれで。そうですね、ここで今だったらごねないんですよ多分、はい、なぜかというと、はい、もう単価が全然違うから、はいはいはい、で当時っていうのは、まあ、今だったら1000万単位で上がっていくっていうのが、うん、昔だったら100万単位ぐらいでしか上がっていかなかったんです。当時僕らがもう中堅から、まあ、ある程度ベテランになりかけの時に、うん、やっと1億円が落合さんが出たんですよ、はいはいはい、やっとですよ。で僕3割3分3厘打って、はい、年俸が最高2400万しか上がらなかったんですよ。ああ2400万アップアップ、あ、まあ、でも今だったら1億1億5000万とか上がるでしょ、うん、で1億到達するのに1年間言いなりになってるとやっぱ上がらないわけですよ、うん、まあ例えば500万、300万上げます、うん、でいやあと200万欲しい、うん、そしたら10年だったら2000万違うわけじゃないですか、うん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 、でこれってでかくないですか、うん、まずそういうのがあったんですよ、うん、で底上げを給料の底上げをしなきゃいけないというのがまず一つあって、うん、でなぜ頂点に行ったかっていうと3割打ってダウンだったんですよ、うん、まあその時の年俸が9350万かな、うん、もうもうちょっとでいい。いや僕はもうその年に1億になるというそれはそうですよ ね、 すね3割打って、うん、でダウンって言われたんですよ。なんでダウンだろう、ね、いや優勝できなかった。あで桑田は10勝10敗で優勝の責任を取ってダウンを飲んだと、はい、ちょっと待ってくれと、巨人は優勝できるだけの力があっての優勝逃しです、うん、じゃあうちは優勝できますかって言ったら、いやちょっとまだ無理だろうなって球団の人は言った。そもそもそこまでのあれがないのね。ないで僕はいやそれだったら優勝できる力があるんだったらそれは球団の気持ちは分かります、うんうん、僕はリーダーとしてキャプテンとして責任を負うべきです、うん、でもそうじゃないのに3割打って打者でダウンって言われると、うん、いやこれいくつ打ったらいいか分からないからこれは同じ土俵には登れないって、うん、それでじゃあ調停行かせてくださいということだったんです。僕が調停員に出したのが1億1000万ぐらいだったんですよ、うん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 、で球団は現状維持、うん、でそれで、うん、調停員と戦って、はい、まあ話をして、うん、まあ球団との、うん、まあ、対立みたいになるわけですよね。まあそれで決まったのが9840っていう廃位の決着なんだ、ね、いや、いやだから僕も言ったんですよ、金出すから1億っていう年俸をしてくれ自分で自分で出すからじゃないと球団の歴史上やっぱ最初に1億円到達者っていうふうにならなかったし、でその年に森田と佐々木がいたんですよ。で下交渉っていうのが一応あって、はい、まあ彼らもあんまり上がらなかったんですね。車でたまたまこう球団向かってる時に信号待ちしたら横に森田が止まったんですよ、うんうん、まあ亡くなりましたけど、はい、でピーター上げて「おおお前が先だっけ?」って「いや豊さんの方が先です」って「いやじゃあ頑張りましょうね」って、うんうん、下校舎ちょっと低かったからって言うんで、うんうん、サイン絶対しないでくださいよみたいな、うんうん、そんな話をしてて「いや俺もダウンだから、うんうん、そんなできんわ」とか言って球団に行って僕はサインをしなかった、うん、森田はサインしてるんですよ。何じゃねえ。最後裏切られたの。裏切られた。いやあいつは上げてもらったんだ。ああ、そっから。なるほど、なるほど。でも当時は下交渉しても一回保留するごとに、うん、まあ200万とか、300万とか上げてってくれてたんですよ。ああ、なるほどね。
でもそれは悪いことだ、悪しき伝統になるっていうことで、ね、球団もその年は なぜか意固地になった、うん、だから朝廷行って勝ったのは本当にもうちゃんと勝ちっていうふうに言えるかどうかわからないですけど、僕ぐらいまあ、うん、成績残してますしね。だから3割打ってダウンはきつかったよ。それはおかしいし、ダウンはきつい。誰かが上がってるってことですか、じゃあそのダウンの中も。さらにキャップ制じゃないから、あだからまあその予算の半分を年俸にするって、どこをこう穴埋めするとかではなかったから、だからどこに行ってるとかそんなんではなかったと思うんですよ。ただ、ね、僕が頑張らないと後輩が上がってこないんで、うん、巨人行っちゃったらもう余裕で1億超えてるんですね。まあ多分超えてたっすね、まあ、え、それ横浜の1億円って誰が一番最初だったんですか。佐々木じゃないですか。ああ、じゃあだいぶちょっとその後ですよね。でもね、当時やっぱりもう僕が調停行ってた時に来てるんで、あ、もう来てましたか。だから佐々木だったと思いますよ。そうですか。まあキャリア的に野村の方が長いんですよ、はい、その当時、はい、だから野村が行ってるかも分かんないし、へえ、まあまあそういうことがあったんです。まあ球団の言い分も分からないではないですけど、昔はですね、あの契約更改行くと今金がないって言われるらしいんですよ。もう大昔ですよ。僕は入団するもう子供の頃の話なんですけど、クジラ1頭って当時いくらすると思うんですか。クジラ1頭、クジラ1頭、1頭そのもうボンボン捕鯨をしてた、はい、いくらだと思う。いやいや、でた相当昔の金額で高いと思いますよ。いくらですか。300万円ぐらい。300万、うん、500万ぐらい。500万、はい、1000万ですね。お、1000万、1000万ですよ。クジラ1頭もう捨てるとこはないですから。でね、いやそれで何人分にもなるし、で1000万っていうのは一流プレイヤーだったじゃないですか、うん、超一流プレイヤーが1000万、うん、こちら1等ですよ、うん、ね、行くと、いや金やりたいんだけど金がねえんだって、うん、こちらが上がるまでって言って、ポンと銀あの金庫みたいな、ね、ないんだよとか、だからちょっとこちら上がるまで待ってるみたいな。いや、そうすげえな、最後は覚えないです。いや、当時って、まあ、そういう踊り感情みたいな感じだし、めちゃくちゃですね、うん、だから僕はそんな イメージしてたのが、クジラ1頭分稼ぐのにこんなにきついは思ってました。わあ、そうですね、すごいな、それ、でも、太陽は弱い割には意外と出してくれた気が。あ、そうなんですね。で、待遇もそんなに悪くないと思うんですね。これ契約更改すぐ終わるんですか。いや、終わんないですよ。結構あるんですか。もう黙お互い黙って1時間座ってるっていうのがあります、で、球団はやっぱり一発でサインしてほしいんですよ、イメージがある、うん、でも、いや、これじゃサインできないです、はい、1回ゼロ1個間違えてて、向こうがいや、しゃべんないで5000万ぐらいの時に、500万どう考えても、これ5億やなと思ったら、いやいや、書こうかなと思ったら、向こうも僕がこうやって数えてるから、一緒にこうやって数えてるんですよ、うんみたいな顔して、もう一回数え直したら、これマジこれ5億だよな。あの時3種がやばかった。今年3割言ったんですか。その時は打ちました。あー、3割で5億、いいのありますね。そしたらダウンつってもな、ちょっと飲めました、ね、税金大変ですよ。ボーグったらもう9回ナンバーワンだから。いやーね、夢があります。だからやっぱりキャッシュで家とかも買うっていうじゃないですか、皆さん、うん、まあでも、うん、そんな今はそうですけど、うん、僕らの時は買えなかった。買えなかったですよ、ね、いやだってバブルの時代ですよ、土地も高騰するし、高いしね、今のは高いんですね、プロ野球選手って。めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃいいし、めちゃくちゃいいです。今だったらマジで2億3億ぐらい絶対もらってますもんね。本当ですね。だから10年違ったら全然変わってますよ。それ なんですか。やっぱりスポンサーとかもうか会社があの FA ですよ。ああ。FA から変わります。FA。もうそれで市場が変わったんですね。FA から再契約金だとか。何年契約とかインセンティブだとか、もうそういうことが
出てきて、はい、全然球界変わりました。いやいや金あったんじゃん実はでも今本当に球団の努力というか、はい、それでお客さんを入れてるっていうね。昔は結構ね、昔は巨人戦という放映権があったの、セ・リーグは、うんうんうん、それが何十億って入ってたんですよ。あ、勝率が半端なかった。半端ないですよ、20切ったらなんだよっていうような時代。いやだから30引きかけてましたからね。そりゃもう巨人ファンになりますって。いやその時代一番見てたんですから。いや俺は絶対 DeNA だと思ったけどな。ただ挟まっただけですよね。挟まっただけだからそれで巨人ファンに、はい、すごい、まあ、はい、そういうすごいですね。